カルロス・サインツはスペイン・マドリード出身のラリードライバー。世界ラリー選手権で1990年と1992年に2度のドライバーズタイトルを獲得。同通算26勝は歴代4位。ダカール・ラリー総合優勝3回。愛称はエルマタドール。息子のカルロス・サインツ・ジュニアもレーシングドライバーとして F1 に参戦している。 学生時代はテニスに夢中になり、スカッシュチャンピオンを取るなどスポーツで活躍した。大学時代は弁護士志望であったが、次第にラリーへの関心を抱き始め、その後ラリー界に身を投じることを決意する。最初のワークスチームのシートを得たのは1987年のフォード・シエラである。早くからポイントを獲得するなど非凡な才能を見せ、王者。 ランチアのドライバーとして活躍する夢を抱いていたが、ランチアのチェイザーレフィオリオ監督は冷たい評価しか下さなかった。オリオールはドライビングに荒さがあるものの、マシンのセットアップが決まった時には強烈な速さを見せつけ、1988年のツールド・コルスで初優勝を成し遂げ、1989年にランチアへの移籍を果たす。そんな中、 サインツの走りに注目したトヨタチームヨーロッパのオベ・アンダーソン監督からオファーを受け契約を交わすこととなる。セリカ ST1651989 年に TTE へ移籍。トヨタセリカ ST-165 カルサインツは序盤リタイアを重ねるものの随所に光る走りを見せ終盤参戦で連続表彰台を獲得した。 1990年は、開幕から好調で、アクロポリスで、初優勝を成し遂げ、サンレモで3位に入り、デビュー4年目にして、初の世界チャンピオンに輝いた。この年上げた4勝のうち、1000コラリーでは、北欧出身ドライバーでなければ勝てないというジンクスを、破って優勝した。またアジアパシフィックラリー選手権においてもタイトルを、獲得し、記録尽くしの1年となった。 1991年は5勝をするものの、ランチアの油波関区年に破れランキング2位。1992年には、新型マシンセリカ ST-185 が登場する。セッティング幅を持たせる目的で投入したサスアームの取り付け角を調整できるサスペンションが、アダとなり序盤は苦戦するも、通常のサスペンションに変更した中盤以降は、 熟成も進み、ランチアのオリオールとの熾烈な争いの末、最終戦のラックラリーで2度目のタイトルを獲得した。チームやトヨタ首脳陣とも良好な関係を築き、彼のタイトルを記念して、ST-185 をベースに、カルロス・サインツ・エディションという特別限定車も発売され、共に栄光を分かち合ったトヨタとのパートナーシップは、翌年も続くように思われた。 しかし、t t e は1993年以降イギリスの石油会社カストロールのスポンサードを受けることになり、サインツは個人スポンサーのレプソルとのバッティングを避けるために t t e を離れることになる。1993年、サインツはランチアジミエへ移籍し、イタリアのプライベートチームジョリークラブから出場した。 しかし、ワークス活動を縮小し、マシン開発を担っていたアバルトが撤退したため、戦闘力向上は愚か、信頼性も大幅に低下したデルタ HF インテグラーレでは、タイトル争いに絡めず、成績は下降の一途をたどった。この年の最高位は、アクロポリスとサンレモの2位。サンレモでは、ワークスフォードの脱落にもかかわらず、 プライベーターでフォードを狩るジャンフランコ・クニコに敗れた、結果の2位だった。地元カタルーニャにおいても、初日の最初のステージで、ベストタイムを刻むが、電気系のトラブルでリタイアした。翌1994年はスバルに移籍した。前年に登場したインプレッサは、水平対抗エンジンがもたらす、低重心で、抜群の操作性はライバルよりも抜きん出ており、テストを重ねるにつれ、 サインツは勝てるマシーンであることを確信する。序盤は、ピレリタイヤとのマッチングに苦心するも、ピレリの開発が進むと、アクロポリスで、インプレッサの初勝利を記す。中盤以降は、トヨタのオリオールとの熾烈なタイトル争いを繰り広げる。中でも、この年のアルゼンチンは、WRC 史上、稀に見る、秒差の戦いを繰り広げた、名勝負であった。 以降のラリーでも、オリオールとの接戦は続き、タイトル争いは、最終戦のラックまでもつれ込む。序盤にコースアウトして下位に沈むオリオールを尻目に、サインズは終盤まで、トップ3圏内でラリーを進めていたが、最終 SS を走行中、路面に転がっていた材木を避け損ねて、コースアウト。コース復帰を試みるも、三輪のステージのために、 観客も少なく脱出に手こずり、ゴールするもタイムアウトとなった。その結果、タイトルはオリオールのものとなった。1995年は開幕戦モンテカルロ、第3戦ポルトガルで勝利したものの、トレーニング中に追った右肩人体損傷で続くニュージーランドを欠場。このことがチームメイトであるコリン・マクレイとのタイトル争いに大きな影響を及ぼした。 地元カタルニアではサインズを先頭に1からにフィニッシュするようチームオーダーが発動されたがマクレイが最終日にタイムを逆転。結局チームの説得によりマクレイが勝利を譲ったものの後味の悪い結果となる。最終戦ラックではチームオーダーが出されず地元で勢いに乗るマクレイを前にまたもタイトルを逃した。この年のタイトル争いは 彼とプロドライブのボス、デビッド・リチャーズと間に決定的な溝を生んだ。サインツは古すトヨタへの復帰を試みるが、トヨタは、カタルーニャでのリストリクタースキャンダルで受けたペナルティで、翌年の WRC 参加を取りやめざるを得なく、なったため、自身のスポンサー、レプソルのバックアップの下、フォードへの移籍を決断した。1996年、 ラリーフィンランドにて1996年は WRC 初開催のインドネシアで勝利を挙げると、翌1997年もアクロポリスとインドネシアで2勝を挙げる。しかしチーム運営がフォードモータースポーツからワークス経験の乏しいマルコム・ウィルソンモータースポーツへ移管される中で思うようなマシン開発ができず、三菱とスバルの後陣を廃し続けた。 そのため、サインツは1997年の終盤を待たずに、フルストヨタへの移籍を発表する。1999年、ラリー・モンテカルロにて1998年は、開幕戦モンテカルロでトヨタでの復帰後初の勝利を挙げると、中盤戦のニュージーランドではライバルを圧倒。二度目の勝利を挙げ、スバルのマクレイや三菱の富マキネンと、 再び熾烈なタイトル争いを繰り広げた。最終戦グレートブリテンでは、ポイントリーダーのマキネンが、初日の SS1 でクラッシュし、タイトルはサインツの手中に収まると思われた。サインツは、確実に、フィニッシュを目指したが、最終 SS のゴールまで300メートルを残して、カローラ WRC が、エンジンブローで力尽き、またも3度目のタイトル獲得は叶わなかった。 1999年は、個人タイトルには絡めなかったものの、安定した走りで、トヨタのマニュファクチャラーズタイトル獲得に貢献する。終盤戦のサンレモで、TTE は、F1 参入のためこの年限りで WRC から、撤退することを表明。サインツは再びフォードに復帰することになる。2000年、2001年、2002年と3シーズンを、フォードで過ごしたが、 ラフロード走行に強い傾向にあったフォーカス WRC では散発的に優勝するも勝ちを重ねることはできなかった。また2000年に本格的に WRC 復帰をしたプジョーの 206WRC が圧倒的な速さを見せタイトル争いには絡めなかった。2003年はシーズン開幕直前まで所属チームが決定しなかったが ギリギリでシトロエンとの契約にこぎつける。この時1988年以来小ドライバーを務めてきたルイスモヤは無報酬に近いギャラでは家族を養えないとコンビ解消を表明し現役を引退。同郷出身のドライバーヘサスピュラスの相棒だったマルク・マルティと組む。2003年シーズンは この年から初開催となるトルコで勝利。スピードで勝る若手を相手に、ベテランの力を見せ、チームメイトのセバスチャン・ローブ、スバルのペター・ソルベルグラと、チャンピオン争いをした。ローブと同ポイント首位で迎えた、最終戦グレート・ブリテンでは、車載カメラが故障し煙が出るというトラブルに見舞われ、集中力を乱されコースをオフし、リタイアに終わった。 WRC 引退レースとなった2005年、アクロポリスラリー2004年シーズンも、シトロエンで走り、アルゼンチンで、現役最後の26勝目を飾る。地元カタルーニャの直前に、WRC 引退を発表し、同年のオーストラリアが最終戦となるはずだったが、劣気中に起こした、コースアウトで首を負傷し、ラリーを欠場した。 これでサインツのキャリアは終わるものと思われていた。その後は2005年のポルトガルでかつての相棒ルイスモヤとゼロカーを走らせたりしていたが、サインツの後にシトロエン入りしたフランソワ・デューバルの成績不振のためメイクスタイトル獲得目指すシトロエンは彼を再び招兵した。7ヶ月ぶりに復帰したトルコでは熟練した走りは健在で4位入賞を獲得した。 続くアクロポリスでは3位表彰台を獲得し、チームから課された仕事をやり遂げた。アクロポリス終了後、サインツは、もう WRC に戻ることは、絶対にないというコメントを残し、再び WRC を去った。プジョー 2008DKR とサインツ、WRC 引退後は、フォルクスワーゲンのモータースポーツ活動に深く、関わっており、 2006年から2011年にかけて、ダカールラリーに出場し、2010年には、初優勝を果たした。また、2008年のニュルブルクリンク24時間レースなど、サーキットレースに出場することもある。WRC においては、同郷のダニソレドの指南役として、講師もにサポートしているほか、2010年のドイツでは、ゼロカーとして、フォルクスワーゲンシュロッコをドライブした。 2011年5月には2013年からフォルクスワーゲンが WRC に参戦するのに伴いサインズが同プロジェクトのスペシャルアドバイザーに就任することが発表された。同年11月にはフォルクスワーゲンポロ RWRC の初テストを担当した。 その後、現役ドライバーとしての活動に関わりたいサインツと、フォルクスワーゲンとの方向性の相違が生じ、2014年に、ダカールラリーへの復帰を表明したプジョーに移籍した。2015年から2017年まで3年、連続して、クラッシュの影響により途中棄権したものの、プジョーの参戦、ダストイヤーである2018年に2度目の優勝。2020年は、 BMW 系列の X、レードチームから参戦し、2年ぶり3度目の優勝を果たした。勝利へのモチベーションは凄まじいものがあり、チームや共に組む小ドライバーにさえ、ベストな仕事を求める完璧主義者として有名だった。その一端が垣間見えるのは、マシン開発で、セットアップには一切の妥協を許さず、彼が開発に携わったマシンは、 高い完成度を見せる。トヨタ財政記事には、右レアの車高が2ミリメートルほど高いようだ。調整してくれ。と、F1 マシン紙のセッティングを要求したり、1グラムでも、軽くしたいがために競技車両に付着した泥をすべて、洗い流させたという逸話が残っている。ピエロリアッティによると延々とテストを続けてしまう、ことから、夜8時に戻ってくると。 インプレッサのバッテリーをメカニックが取り外してしまうほどであった。ターマックラリーの盛んなスペイン出身ながらグラベルラリーで多くの勝利をつかみ、スノーラリーのスウェーデンでも常に優勝争いに絡む。結果的に優勝はできなかったものの4年連続で2位を獲得するなど、どの路面でもすぐに適応して優勝争いに絡むオールラウンダーとして名高い。 彼がチャンピオンを取る以前は、得意なラリーにだけ参戦して、チャンピオンを獲得するという、スペシャリストタイプのドライバーが多かった。しかし、彼がチャンピオンを獲得して、以降、ディディエオリオール、コリン・マクレイ、トミ・マキネン、マーカス・グロンホルム、ペター・ソルベルグ、そしてセバスチャン・ローブのようなオールラウンダータイプの、ドライバーが WRC を席巻するようになる。 チャンピオンをかけた大事なイベントでは、風にや勝負弱さに泣かされている。WRC では、最終戦で4回タイトルを逃し、2009年のダカールラリーでは、総合主位を独走していたが、崖から転落して初優勝を逃した。その一方、初開催イベントに強く、WRC では、キプロス、インドネシア、トルコで、第1回を制している。 2016年時点で、最多は、セバスチャン・ローブの78勝、2位は、セバスチャン・オジェの38勝、3位は、マーカス・グロンホルムの30勝。スバルモータースポーツ・ヘリテージ・イヤー1995。富士重工業。2013年12月25日閲覧。小賀圭介サインツ、ついに、ラリーレードの頂点に。 OCN スポーツ2013年12月25日閲覧ポロ RWRC 指導ドライバーはサインツラリー .net 2013年12月25日閲覧ダカールサインツ SR が4輪で総合優勝を達成2輪はホンダが31年ぶり V モータースポーツ .com 2020年1月18日閲覧総合主位のサインツ第12ステージでリタイアダカールラリーアフップブニュース2013年12月25日閲覧木村博史会長候補で揃うエリクソン就任とスペイン人化を支持したいナンバーウェブ2013年12月25日閲覧ありがとうございます